トヨトメーツは、日本の政治家、教員、鹿児島県イブスキ市長。1963年に、イブスキ市立柳田小学校。1966年に、イブスキ市立北、イブスキ中学校。1969年に、鹿児島県立港南高等学校それぞれ卒業。1973年3月、鹿児島大学教育学部卒業後。同年4月、 鹿児島県の教職員となる。木入町立施設市小学校教頭、出水市流兵の津東小学校校長、伊布す市教育委員会学校教育課長、鹿児島市立大流小学校校長などを歴任。2010年2月7日に行われた、伊布す市長選挙に無所属で出馬。田倉要市長の応援を受けた元県議の松本、和弘、元市議の東信幸、 社会福祉法人理事長の徳永勝則らさん候補との争いを制止初当選を果たす。投票率は75.60%。2月12日、第二大市長に就任。2014年2月2日に行われた市長選挙で、元市議の茅柳田健治を破り再選。投票率は69.79%。引き続き市長に就任。2018年、 元市議の茅木田健次を破り参戦。投票率は66.88%。引き続き市長に就任。ありがとうございます。